別に何も。あ、ん？あ、これは。ん？あれ、あれよね。命の退治よね。お、来た来た来た。来た来た来た。本編の主人公。あ、いいね、音楽が。なんかすごい軽い感じの音楽から始まったけど。かわいい。こっそり抜け出してお宝探しの冒険に出よう。今ならみんなお祭り。これイレブンの時にさ、私この新しく出たやつはイレブンが終わった後の話なんかなみたいなことを言った気がするんやけど、違うね、子供の頃ってことか。怪しまれないように来いよな。で、ここにおるバイキングっていうのはイレブンに出てきたバイキングと一緒ってことやろ。あのアジトにおったやつら。あ、もう動かせる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回もっていうか、今回からこのドラゴンクエストトレジャーズ青木ひとみとだ大空の羅針盤をやっていきたいと思います。今ね、めちゃくちゃあのスイッチのソフトのケースをねゲームソフトのケースをちょっと見ながら言ったけど、はい、行くぜっていうやつらしい。あ、これあれなんや、調べれるやつ。もしかして遠目に全部わかる感じ。マーク出とるね。この世界の地図だ。行ってみたい場所がたくさんある。まだ見ぬ冒険に神はワクワクした。この地図もそうやろう。ねえ、あのイレブンと同じ地図ってことよね。そっかそっか、カミュとマヤが主人公ってことやけん、世界観はね、前作のイレブンと同じってことよね。え、めっちゃ楽しいやん、それ。え、これあれか、ジャンプボタンを押さんくってもそのままスティック倒しっぱなしで上がってってくれる。妹のマヤのお宝日記が置いてある。マヤのお宝日記。丸月丸日夜、兄貴と一緒に船を抜け出して近くの洞窟で綺麗な石を拾った。でもこれくらいじゃお宝と言えない。また抜け出して今度こそ兄貴と本物のお宝を手に入れるぜ。かわいい。覗き穴を隠すようにマヤの描いた絵が貼られている。マヤ絵とか描くんやね、かわいい。あとはな、あ、骨。バイキングがどこかで拾ってきた骨だ。あ、こんな距離からわかるやん、もう。バイキングたちのお宝だ。怒られないよう触れないでおこう。いつか俺たちだけの宝を必ず手に入れるぞ、と神は心に誓った。なるほど。ん？あそこにもなんか、窓があるな。いけんけど。なんかすごい楽しそうやね、陽気。ガハハ、おめえはガラクタ好きの神じゃねえか。孤児だったおめえと妹のマヤを拾ってからもう随分と経つな。行き場のねえおめえらをバイキングの雑用で働かせてやってんだから感謝しろよな。嫌なやつらだな。え、なんだって。すごいお宝を見つけて大金持ちになっていつかこっから出るだと。マジかよ。そんなことを言って今までにお宝を見つけたことが一回でもあるのか。なんか石を見つけたみたいなの書いとったけど日記に。でもあれはお宝とは言えないって言ったけんね、まだ。そうだよな、おめえらみたいなチビにお宝なんて100年早いぜ。こっから先はなんかな、孤児を拾ってね、こうやって世話してくれるっていうとこだけ聞いたらめっちゃいい人らって感じやけど、待遇が良かったとは言えんって、あのクレイモランの神父様も言ったもんね。こっから先は俺たちバイキングが宴をしてるから通せねえぜ。辛い日々だっただろうみたいなことも言ったし。てかマヤはどこ行った。どうやらマヤは別の場所から外に出て行ったようだ。外に出る別の抜け道を探してみよう。あ、そんなとこにもうなんか、どうぞ通ってくださいと言わんばかりの、お？なんかめちゃくちゃいっぱい吹き出し出とんやけど。ガハハハ、宴だ宴だ、ガンガン食うぜ。あのカゴの猫と豚。猫と豚？そりゃ高く売れそうだ。なんなんやろ、でも遠目になんか、なんとなく会話がわかるの面白いね。
てネオルマークで撮る。めっちゃいびきかきよりやん。別に何も、あ、ん？あ、これは老おじいちゃんの愛読書。そういうことやろ。バイキングたちがよく読んでいるムフフ本と呼ばれる本だ。ほら、子供の神にはまだ早そうだ。こういうね、アイテム一つ取ってもつながりがあるというかね、あ、同じ世界なんやなってわかるのいいよね。小さな抜け道がある。しゃがめば通り抜けできそうだ。しゃがむ。お、あのカゴの猫と豚ってなんだ。出よう。その時に羽が生えたヘンテコな猫と豚を捕まえたんだ。あ、ちゃんと話してくれるんやね。モンスターかと思ったが、おとなしいし、ここらじゃ見たことがね、珍しい動物さ。マジかよ。そこまでは言ってくれる。そいつは高く売り飛ばすそうだな。その珍しい動物2匹を閉じ込めたってカゴはどうしたんだ。階段を上がって船の甲板に出て、帆の柱に縛っておいたぜ。ガハハ。なになに、それを、それをゲットしに行く。でも生き物なんやろ、いる。本棚。バイキングたちが暇つぶしに読む本が並んでいる。しかし神にはほとんど文字がわからなかった、まあ、教育はされてないんやろうな。バイキング家業がうまくいった時、あ、話せる。バイキング家業がうまくいった時は三日三晩騒ぎ続けると決めてんだ。だがてめえ子供だからダメだな。指でも加えてな。ガッハッハ。ご飯は一応ちゃんともらえよんかな。もらえてそうな感じがみじんもないけど、なんかある？なんもなさげ。結構離れたとこからでも調べれるものはね、マークがついとったけん何も調べれんってことやな、この辺は。お、この世界の地図だ。行ってみたい場所がたくさんある。まだ見ぬ冒険に神はワクワクした。自由自在に歩き回りよっても怒られんのよね。お宝探しはロマンだよな。え、お宝探しに加えてくれたと。ガハハ、子供には無理無理。バカにされてんな。お、寝てる。もう食えんね。ん？今。もう食えねえ。あ、ちゃんとあれや、吹き出しが出てるだけじゃなくってさ、近くに行ったら寝言が聞こえる。もう食えねえって音声で聞こえた。なんだ？神じゃねえか。妹の前もさっき外に出てったぞ。しかし、おめえら兄弟はいつも一緒で、本当に仲がいいよな。いいことじゃねえか。何やってんだ。あれ、話せねえ。話せる人と話せない人がいるんだな。こっち？特に何もなさげ。うわー、めちゃくちゃ武器だらけやん。あんな子供が簡単に触れそうな位置に置いちゃいかんって。怒りを巻き上げる装置だ。神はまだ使ったことがない。まあなんか重そうやしな。ん？兄貴こっちだ。お、めっちゃ吹き出しが。遅かったね。これからお宝探しの冒険出るぜ。あいつら俺たちが子供だって言ってバカにしてるみたいだけどさ、俺たちだけですごいお宝を見つけてギャフンと言わせてやろうぜ。ところでここに来るまで誰にも見つかっていないよな。え、めっちゃいろんな人に話しかけまくってきたけど。マジか。でもまあ酒を飲んでるみたいだし、すぐに忘れるだろうから大丈夫だぜ。なんなら前が外に行ったっていうのもさっきね、他の人から聞いたけど。それじゃあ早速小舟に乗って近くの島に。近くの島？え、もう船自体降りる感じ？大丈夫それ。まあでもイレブンが未来のね、神たちの未来ってことは、ちゃんと最終的には戻ってきてバイキングと一緒におるってことよね。ん？何の声だろう。ん？なんかおる。これさっきのなんか、え、羽の生えた豚と猫って言ったよね。これか。思ったより高い位置に。じゃないとあれか。うっかり開けてしまったりとか、酔っ払って。そういえば、バイキングのおっさんたちが捕まえたって言ってたのは、あいつらのことか。なんかかわいそうだね。そうだ。兄貴、あいつら逃がしてあげない？あの高さだと、登るのも大変そうだし、これを使ってカゴを落としてあげようぜ。何？
かわいい。神は前から石ころ弾を10個もらった。石ころ弾、敵単体に打属性の極小ダメージを与える弾。スリングショットの使い方。弾を持っているとスリングショットで攻撃できるぞ。ZR で引き絞り、R で狙いを定め、ZR を離して弾を発射しよう。ほう。ZR で引き絞って、R で狙いを定めて、離して弾を発射。なるほど、なるほど。スリングショットを構えているときに Y を押すと弾切り替えができるぞ。状況によって弾を使い分けよう。ZR を引き絞っている間に L または R を押すとターゲットは素早く切り替えられるぞ。ほう。何度か弾を当てればいいってことか？どうよ、めっちゃ揺れよるけど。ああ、思ったよりちっちゃいな。大丈夫かよ。てか、結構な大きい音したけど大丈夫な？あれ聞こえてない。バイキングのおっさんたちには。あんなとこに閉じ込めるなんて、ひどいことしやがるな。でも本当に見たことのない動物だ。何者なんだろう。思ったより可愛くはない。感じやね。どうしたどうした、喧嘩するなよ。おお、結構激しめの喧嘩を。せっかく出られたってのに喧嘩するなよ。何言ってるかわからないよ。うお、何？その一回消える意味は何かあるの？ついてこいってことじゃない？もしかしたら助けたお礼にお宝の場所まで案内してくれたりして。いしし、そんなうまい話はないと思うけど、世の中何が起こるかなんてわからないし。よし兄貴、あのヘンテコな動物たちを船で追いかけてみようぜ。船あるの？そこに小舟に乗り込もうぜ。さあ、小舟に乗り込もうぜ。準備はいいか？まあまあまあ、オッケー。それじゃあ行こうぜ。準備別に何もないよね。わからんけど。特にこれまで拾えるようなものもなかったしな。お、あ、ちゃんとはしごみたいになっとんや。この船の側面。おい、ガキども。来た。でかい音立てて何してやがる。むしろ来るの遅かったよね。そいつらは。もうなんかめっちゃモンスターが現れた時の音やけど。おー、すごい素早いね。でもちゃんと戻ってくるって分かったんやね。無事に逃げ切れてよかった。それじゃあ冒険に出発しよう。お宝が俺たちを待ってるぜ。すごいな、行動力が。